わかりました。あの人にメッセージを送るんですね。では、ご用件をどうぞ。なるほど。それは、おつらかったですね。メッセージの内容は、私が責任を持って伝えておきます。でも、あなたにそのような悩みがあったと知って、私、うろたえてしまいました。どうも、気分が落ち着きません。